この対談会では、ごま法要と台本内を同時に合わせて、それを行っていただきます。まあ、その中で、世の中が、安泰であることを祈り、一挙し受けるものが国際であることを祈るわけでございますが、皆様もそれぞれ、自分の今から来ていただいて、また世の中の平穏を祈っていただければと思います。それではこれを説明させていただきます。よろしくお願いします。
Thank you.
Thank you.
大藩に現れた長官代々六百高山道法師現状上日本大正の神器。
東山は、知事さんと言って学童商人という人が新潟の津波寺徳城から、愛知県、和歌山に途中でここで投入して夢を見てここでお寺を作るってそういう夢を見ていい水が出るからお寺を作るという夢を見てそして尾身の矢倉ってところの今日お見えになっている鎌田さん鎌田さんのもう一緒にのご先祖さんを連れてここで開墾して人を立てたというそういう夢です今から、800年ぐらい鎌倉時代からそういう話があるそれから焼きなすこの伝統を守らせていただいているところに皆様にはお世話しなかったのにお話しいただいたところから感謝申し上げます、3年ぶりのこの行事でございましたので番組を取り出して天正寺のご住職です。この前住職がしょっちゅうお世話になったお寺さんです。それから次には、小川村の高三寺、三重の寺の高三寺、それから金剛寺のご住職です。その次は私の副住職です。こちらは、信州市町、小江戸に万福寺というお寺の中川寺。もう90歳ついてます。次は、中川城、正法寺の小泉栄章、小泉さん、今、司会議員で活躍する司会議長もやって活躍しております。次には、長照寺、新興町の長照寺の伊予さんという、東山小泉さん。その次は、私の孫ですが、この3月、お坊さんの資格を取りまして、